悲しいな。大ホールで2読んでた。これどうすんだろう。多分白黒なんだよな。白黒に行こう。白黒で、ジェイルかもしれない。とりあえず前に進もう。近くに大ホールが見える。どちらへ進もうか。で、ここは、右。で、ここも右。で、ここも右。で、なんとなくこっちではないような気がした。で、ここで左だよ。右行って、次左。辺りは暗くなっている。誰かはこれ以上進むなと僕に言ってるような危険である。でも前に進まないと。でこれ今左行ったから、ここで、右だな。右だいいよな。多分合ってる。エンジン本当だ。エンジン音のようなものが響いてるな。これもうここから初めてルートだからね。飛ばせないってことは。で今右行ったから、次直進と。でこれで VS 白黒。白黒十蔵とか、白黒と十蔵なのか。少し開けた場所に出た。5メートルほどの高さの円柱形の装備がいくつも並んでいる。初めてだな、ここのイベントは。気配を感じ、視線を先にやると2人のグール、白と黒が床に座り込んでいた。座り込んでるのか。ちすぐさん2人が臨戦態勢に入る。あーこいつらカグネ出したさ時さあったっけ。何をわけのわからないこと。こいつらザ・タッチみたいな感じなんだろうな。パパの邪魔をするやつは消えろ。なんで2人でさ1つの文章をさ分割して喋んだ。同時に裁くのは難しそうだ。どちらを重点的に攻める。どちらを重点的に攻める。それはちょっとわかんないな。ちょっとこれコメントで聞こうか。これみんなやるならどっちとエッチがしたい。エッチするなら白と黒どっちですか。ちょっと今からコメント見てそれを判断します。白黒とエッチするならどっちとしますか。これどっちでもいいんだよな。白黒十蔵とか書いてるけど謎なんだよな。白黒黒黒黒白黒3票、白、あ、黒4票、5票、白、あー、惜しい、黒、白、白多いな、白多い、あー、黒、どっちとも、白、あ、見た感じ、締め、はい、白ですね、じゃあ、白を攻めまーす。見た感じ、白が多かったんでね。よーし、行くか、リンリンリン。ウーコリンリンリンウーコリンリンコービリンリンリンウーコリンコリンリンリンウーコオッケーオッケーオッケー。これ初めてだからな。ちょっと油断はできない。何してくるか分かんないからな。いや早いな。攻撃力ダウン発動。ああ案外柔らかいわ。オッケースキル発動。金木の僕を止めないでくれ。あー弱かったね。かわいい。死ねない。 S ですね。はあはあ答えてくれ君たちジェルの。そんな息切れするほどあれなんだけど。知るかそんなやつ。エロいな服装が。エロいな。体を動かせるようになったの。ここ半年のことだ。ジェイルを追っていたのはずっと前からのようだった。じゃあ彼女たちは。あ、なんか足音。何？ぐわ、黒が。あー出た。あれれ？喋ったぞ。喋ったぞこいつ。
っぽ顔がぐちゃぐちゃでわかぐちゃぐちゃにしちゃったのか十三よ。黒名と名代です。何？お前は何？レイ。レイ？今は十三ですよ。ここあれだね鈴谷十三二等捜査官ですのとこだね。攻撃しちゃったんですけど間違ってなかったみたいですね。その目レイで、ここはちょっとルートへの再現やってる。白、あ、生きてんだ。顔ぐちゃぐちゃなのに。はい、はい、かはあらららららら、ぐわどっちの首から跳ねて差し上げましょうかの前に、あー、こっち来んのか。元気な彼から行きましょうかね。で、ここで十三を殺すと。ああ、殺さないとダメなんだよな。ここの十三はサソリも持ってたし、どちらかって言うとサソリメインのような気がするんだけどな。まあいいや、十三を倒そう。やってやる。おいで僕のジェイソンこれさ、サスペンダー外してシャツをさ開けたら中にサソリがさ56本入ってんでしょ。重すぎだろお前あれ。あの薄っぺらいペラペラのシャツでさ耐えられんのか。まあとりあえず行くか。いや初めてだなこの銃像も。あ、やらかいやらかいやらかい、全然やらかい。リンリンリン、まあこれリンリンリンのリンのリン発動させてもいいかな。リン全然食らわねえわ。ムカデのスキルでしょこれ。いけ、あれムカデじゃなかった、輪郭のリオだったわ。戦闘終了です。うふふ、はは、強いですね、はは、今なら。で、ここで十三殺すと。あー殺しちゃうのか十三殺すのか、仕方ないか。さらばだ。なんで笑ってんだ。あ、これ痛覚ないんだっけこいつ。うわちょっと待って、いや、やだなこれ。痙攣、体を貫かれたというのに彼は少しも痛がる様子はない。あー、まあ痛覚ないからな。命を奪った人間の顔を覗き込む床に寝そべった少年の顔は少しの苦痛にも歪んでいない。あー、もうな、あれなんだな。これであと誰殺すんだっけ。ラボにいる、あ、篠原とかか。死んだ人間がこんなに綺麗だなんて僕は思わなかった。あ、私金玉潰されてるからね。で、次が篠原だから、まず直進、まず直進で、次に左、次に右、直進左右、直進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 、直進直進左、直進直進左、直進で、右左。 OK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 。 ん？これも初めてのイベントだよな。どっかで見た顔だね今日はいっぱい殺すなテレビ新聞雑誌、ああそうだ、あー来てるじゃんちゃんとてかさ、これただ上から貼り付けたみたいなあれだな
脱走者のリストだ。篠原徳と奴は。ちゃんと来てんじゃん。グール捜査官の中で最も高い階級だと聞いたことがある。油汗がどっと溢れる。脱走したグールを見逃すわけにはいかないからね。リオ君だったかな、確か。逃がさんよ。やるしかないのか。よし行くぞ。ちゃんと新た来てるからな。よし、負けるわけにはいかない。行くぞ。新た来てるやつ戦うの初めてだっけな。ううビリン。ああ、まあ全然大丈夫だ、いけるね。これ攻撃力下げて、リンリン交尾でカルマーと発動させて、まあ、こっちの攻撃もめちゃくちゃ通ってるというわけじゃないんだよな。本気の一撃いっちゃうよ。こんなん言ってたか。こんなん言ってたっけ。かすり傷一つつかむよ。あー、なんか今結構でかい声きた。オーケー。まさか特等をここまで追い詰めるとは。殺そう。グボ特等。いや、周りのやつも殺すのか。殺した、お前かな。殺したじゃねえよ。もう3回目凌駕した。うわ、真っ赤か。これ昔さ、面白フラッシュとかで流行ったさ、赤い部屋っていうの知らないか、今の世代の子はね。もう12年ぐらい前の話だからな。僕は喜んでいる。喜んでんのか、お前。ついにサイコパスもいいところだな。で、次に最後にムカデ、最後にムカデカネキだから、ムカデと行くにはとりあえず右、直進、右直進、右無音。右、これでいいはず。なんだか嫌な予感がする。まあムカデは今まで何回も倒してきてるしな。ここはオッケーオッケー、出た。これかっこいいんだよな、ここのムカデ。だからグルカルでさ、結構ジェイルのさイラストとか使ってるから、ここのムカデのさイラストとか出してくれてもよかったんじゃないかなと思うんだけど、このムカデ超かっこいいんだよね。この戦闘中のムカデのイラストとかさ、めちゃくちゃかっこよくて超おすすめ。化け物。あ、俺これ前ね、四方絵をさ、これヨモエって呼んでしまったんだよね。巨大な海中の出たリオーくーん。いやー、かっこいいな、怖い。か、金木さん、正気に戻ってください。マモ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 。だー、大丈夫、大丈夫だよ。君を守ってあげる。だって、僕が守らないと、さあ、みんなみんな死んじゃう。お、おわー。ねえ。くそ、やるしかないのか。ジウィーね、死ねえって言ってんの、これは。狂いすぎてなんて言ってんのか分かんないけど、死ねえって言ってんだろうな。いいだろう。俺が、押さえつけてやるしかないようだな。よし、行こう。まあ、余裕だろ。いや、勝て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 。
カルマと。ウービーリン。あー効果ね。壊れてよ。ちょっとここあれだか、あのリンあるから貯めるか。リンストックしよう。この一撃に全てを。ウービーリンこうで相手の攻撃力下げて、今なんて言ったんだろうなあいつ。リンリンコービー集中しろ。リンリンコービー、こうこう、あーやべえこれ、やばい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 、縛られた。いやーこれまずい、これ負ける、こっから負けるあるで全然。いやまずいまずい、更新された。いやまずい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 、あーこれまずいかな、大丈夫か。でもカルマと聞いてるしな、これ更新されたらまずいぞ。あーやばい、スキル使われた。これあれだよな、防御力ダウンに今攻撃力ダウン、あとなんだっけ、あ何がついてんだろう、わかんない。あれ HP は多分俺のだよな、カルマートがついてる。オッケー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 。あやべえ、なんか変なことしちゃったんだけど。いやーまずいこれ、ピースがね、ピースが。リンリン、青霧は潰さなきゃね。あやばい、またピースロックされた。とりあえずカルマートギリギリ揃えたら、カルマート揃えて、やっぱこいつ苦戦するな。ちょっとカルマートなかったら絶対負けてる。あーやばい、めっちゃロックされる、やばい。でもあとちょっとか HP、 いけるいける。オッケー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 、結構こいつあれだな、今でも苦戦するな。あれ壁突き破ってどっか行くんだっけ。そうだよね、痛みに耐えかねない金木さんは核燃を携えたまま、ものすごい勢いで周囲を走り回り、壁に開いた穴の奥へと、穴、壁に開いた穴の奥へと開けたんだろあいつがよ。おい、まあこっからちょっと飛ばすかね。ここちょっと感動のシーンじゃなかったっけ。あこれあれか、もう終わったとこか。これ本当だったら金木と戦わなかったら、なんかあのバンジョーがこうなんていうの、貫かれるんだっけ、腹かなんか。でそこのあれだね、なんか感動のシーン、なんて言うんだっけあれ、金木にお前が救われてくれだっけ。あそうそう、感動のシーンが、あ違う、ここか。金木ダメだ、バンジョーさん、金木くん、ああ助けに来たよって。これ自分忘れてバンジョーやっちまうの、本末転倒だよなこれ。みんなを救うつもりが自分でみんなを傷つけてしまった。正気に戻りたまえグハ、みんなを守らなきゃ。僕ならできる。これあれじゃね、誰だったっけあいつ、熱いやつ、できるできるのやつ、君ならできるなんか歌歌っていなかったっけ、あの名前忘れちゃった、出てこねえ、翔英じゃねえわ、なんだっけあいつ、忘れちゃったよ。金木さん、僕はあれ、そう松岡修造、松岡修造、松岡修造だわ。うわごめんなさいごめんなさいごめんなさい、めっちゃ謝るじゃん。バンジョーさん、バンジョーさんで、ここでバンジョーのあれなんだよね、カグネが発動するっていう。傷がカグネ、まあ、飛ばすか。金木さんの顔を覆っていたマスクが崩れていった。彼の顔いっぱいの涙で溢れていた。うん、よし OK、 倒したからとりあえずあれだよね、こっからもう全速力で
ラストまで行くと、20区のアンテイクの、アンテイク戦まで行くということでね。よし、終わりにすっか。今日のノルマ終了だわ。とりあえずセーブして終わりにしよう。また今度だ。14ね、14にセーブ。続きはまた今度だ。よし、終わり。お疲れ様。